人生で一番大切なものなんですか？人でも物でも何でもいいです。このチューリップ、どうもしゅんです。こんにちは。今回はポコさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。今回いわゆる集団面接という企画をさせていただきたいです。はい、今日は一緒に働きたい人をこの3人の中から選んでいただきたいなと思ってます。一緒に働きたいと思った方にはですね、うん、ちょっとチューリップをお出しいただけたらな。大人の都合でチューリップを一番一緒に働きたいと思った方に、直接お渡しいただけたらなと思います。すいませんね、大人の都合に。じゃあ皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、それぞれ皆さんの自己 PR ポイントを教えてください。高橋さんお願いします。はい、私の自己 PR ポイントはまず一つ目がコミュニケーション能力というところと、二つ目があと泥臭くやりきるところというふうに考えております。一つ目のコミュニケーション能力というところは、そのいろんな人に声をかけてできる縮めて出演まで来てもらうというところかなり大変だと思うんですけど、僕は私の自分の持ち合いのコミュニケーション能力というところを生かして出演していただきました。でもう一つの目の泥臭くやり抜くところなんですけれども、私は週の朝から夜まで働いてっていうふうに、自分の好きなことだったらとか腹落ちして本当にこれやりたいと思ったら、もうそこに一直線で頑張れるというところがあるので、泥臭くやり抜くところとコミュニケーション能力が自分の強みだなというふうに考えております。いや、めちゃくちゃブラックやん。めちゃくちゃブラック、めちゃくちゃブラックな会社で働かれる。社長か、朝から晩まで。ちょっと今の流しといてな。そんな会社、会社だ今の。2人目、星かけるさん、自己 PR ポイントお願いします。僕の自己 PR ポイントはちょっと被ってしまうんですけど、泥臭く演技のところから考えております。まず、2つほど述べる事実みたいなのがありまして、1つ目は感動した高校選んでキャプテンとして頑張って東東京選抜としても頑張ったんですけど、どちらも結果が全く出なかったっていうことがありました。すごい辛かったんですけど、大学では別の視点から考えて実際結果を残すことができました。うん、で、2つ目の実績という視点は、長期インターン先で2ヶ月以内にコーポレートサイトのリニューアルをしなくてはいけないってことがあったんですけれども、私のミスで残り2週間のところで半分以上待ってないみたいなことになったんですよね。で、その時に2つ施策をしまして、結果として締め切りまでにリニューアルを終えることができたっていうことがあります。なので私は辛いことがあったとしても泥臭く最後にやりきることができます。うん、以上です。ありがとうございます。大内さん、自己 PR ポイント教えてください。私の自己 PR ポイントは、何事もにも面白さを見出して何でも楽しめる力だと思っています。自分自身も就活をしていたりとか、アルバイトだったり学校の勉強だったりとか、いろんなことでやっぱりどうしても気持ちが向かない時とか、あんまり好きじゃないなとか、そういう場面があると思うんですけども、そういう時に自分自身でその物事に対して面白さを、こうやったらちょっとは楽しく感じれるんじゃないかな、そういう工夫をして前向きに取り組めるように自分自身で行動をして持っていけるということを日々心がけています。はい、ありがとうございます。3つ目の質問なんですけど、皆さんの就活の軸を教えてください。じゃあ高橋さんお願いします。私の就活の軸は、まず私がすごく良くも悪くも周りに流されてるのがあるので、まず1つ目が人かなと思っております。2つ目がかなり頑固なところがあるので、そのサービスとかプロダクトに共感できること、この2つが大きな軸かなと思っております。1つ目の人なんですけど、私がこのインターンやる前に学生団体やってたんですね。うん、でそれは周りからあんまり褒められる感じじゃなくて、なんか意識高いよねみたいな感じで敬遠される感じだったんですね。なんでそこまで本気出して頑張れなかったんですけど、今このダイアリーに入ってきてから、もう周りが私よりも意識が高くて、もう本気で頑張ってる人たちが集まってて、で私がまだまだだよみたいな感じで言われる立場になった時に、自分が本当にやりたいことに全力で頑張ってもいいんだ、なんか敬遠されないんだって思った時に、自分これまでに発揮したことのないような力を発揮することができたんですね。なので私はすごく周りの環境とか人っていうのがすごく大事だな、同じぐらい頑張ってる人、もしくはもっと頑張ってる人が周りにいることが大事だなと思ったので、まず1つ目が人かなっていうふうに思っております。2つ目のサービスとかプロダクトなんですけど、自分はこれまでやってきたことって全部孤独を感じてる人を救うようなことっていうのに全部共通してそこを解決してるっていうのがあるので、まあ、そこ解決するものじゃないと自分が本当に頑張れない、自分が本当に共感できて腹落ちできて自分もそこに携われないと思わなきゃ頑張れない、逆にそこに対して本気で向き合えたら全力で頑張れるっていうところがあるので、プロダクトにちゃんと共感できるかっていうところと人っていうところが自分が会社を選ぶ大きな軸になってるのかなというふうに思います。
ありがとうございます。会社に勤めてると人は必ず動いてしまうんですよね。その人が変わってった時にどうするかを知りたいです、はい、頑張るしかないかなというふうに思っております、うん、自分が働いたことによって孤独を感じてたり疎外感を感じてたりする人を救いたいっていうのが一番大きいので人は2番目かなって思います。なるほど、分かりました。ありがとうございます。星さん、就活の軸を教えてください。僕の軸は3軸ありまして、1つ目が伸びている業界であることです、うんうん、で2つ目が頑張っている人を助けれるスキルが身につくこと、うんうん、3つ目が自分が尊敬できる人たちと仕事ができるっていう3つの軸があります。ありがとうございます。人生で一番大切なものなんですか？人でも物でも何でもいいです。自分の周りの人で、うん、お金とか物とかよりも一番大事になってくるんだろうなっていうのは思います。何してるの？僕の家族でして、はい、まあ、その中でも自分より年下の家族、守らなきゃいけない対象の家族が多分一番大事だと思ってます、うんうん、私が大切なものは心と体の健康と、うん、あと周りの人、うんうん、大事な人、心と体どっちかが一つでもバランスが崩れたりとか調子が悪かったりすると活性化が出ない、うん、手につかないという状態になってしまうなというふうに感じています。周りの人に関しては悩みのもうほぼ9割ぐらいは人間関係というふうに聞いたりもするんですけども、やっぱりその通りで、逆に自分も安心感とか幸せだったりとかをお互いに与えられるような関係でいたいと思っています。ありがとうございます。もし僕が皆さんの上司になったら僕に何してほしいですか？はい、はい、経験です。うん、奥さんの経験だを学びたいです。伸び伸びできる環境が欲しいです、うん、仕事に対してちゃんと向き合うための伸び伸びできる環境っていうのが私が求めることかなと思います。はい、私が高校さんにしてほしいことはずっとモチベーションを上げ続けるとか資産を上げ続けることをしてほしいです、うん、自分があんまり資産高く持てなかったりとかそこまで自分に自信があるわけではないので、うん、だからこそモチベーション高く持ってたりすごい資産が高い人たちと一緒に働きたいなっていうふうに思うのでそこを上げ続けることをしてほしいなっていうふうに思います。はい、じゃあ一旦面接は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあということで、高校さんには一人選んでいただいて、チュリップ直接渡して、あ、怖い。え、どうしよう、マジで、どうしよう、やばい、イメージ冷たい、イメージ冷たい、じゃあ、それは、いきます。このチューリップ最後選んだ理由はシンプルに2つで、一次面接二次面接どうインパクトを残して、で最終面接意思決定者にどう感じさせるか、